こんにちは、音楽のくまケジパのくま先生です。本日は星野源さんのうちで踊ろうという曲をやっていきたいと思います。このチャンネルはこのようにギター弾き語りに関して講座をやっておりますので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、今回やっていきます。で、この曲はですね、というか今載せてるのって僕がいつも載せているこの月水金っていう曜日ではないんですよね。これなんでかっていうとですね、リクエストはいただいたっちゃいただいたんですけれども、もともとね、やろうと思っていた曲なんですよ。しかもやるんだったらこれ早い方がいいなと思って、コロナのね対策ということでね、今回は、ちょっとね違う曜日だし、ちょっとイレギュラーな感じなんですけども、ね、先にやっちゃおうかなと思って、この曲をやっておりますね。この曲素晴らしいですよね。これね、ただね結構難しいんですよ結構難しいんですよ。だからこう弾いて歌うってなるとね結構大変なので、まあ、極力簡単にして、もういつもねそうなんですけど、極力簡単にして、でバレーコードも使わない、まあいつものパターンですよね。バレーコード使わない簡単コードでやっていくと、でリズムに関してもなんとかね、こうストロークで再現できないかなと。実際はこう、なんていうんですか、ちょっとリズム入れたこう、こういうストロークというかね、右手でやってるんですけど、これはね初心者にはね非常に難しいというかね、まずできないと思うんですよ。なので、こっちのこの右手の動きでなんとか再現できないかなと思ってねやってみたので、まあなんとかできたと思いますので、それはねこう見ていただこうかなと思います。ということでね、カポは使わないです。使わないようにしております。というか星野さんもね使ってないのでね、使わないでなんとかなるなと思ったんで使わないようにしています。じゃあ登場コード見ていきましょう。まずは C メジャー7。はい、これ C の、 人差し指ないバージョンですね。はい、C メジャー7の方が簡単だなと僕思いますね、 C よりね。そして Bm7。 さあ Bm7 ってね本来バレーコードなんですけど、これはね僕使わないんですよ。使わないようにしてるんです、初心者向け講座ではね。自分では使いますけどね、こういう Bm7 でやっていきましょう。この方が簡単です。そして F メジャー7。はい、F ってコードありますよね、バレーコードでね、よく挫折するやつですけど、それじゃなくてね F メジャー7って言ってね、このバレーコードなしでやるために、この F メジャー7今回使ってます。そして Em7。 はい、Em7 指1本で済むっていうね、まあ、画期的な簡単なコード、画期的っていうのか分かんないけど、簡単なコードですね。 Em7 指1本で抑えられます。そして G。はい、G 使います。で、余裕がある人はこの G をですね、 G7 って言って、人差し指を、この1弦の1フレットに置く、この音色、この G7 にするとさらにこの曲に合うなっていう印象があります。そして Dm7。 はい、 Dm7 です。はい、使うコードは以上になります。星野さんのね、音に合わせてやっていきます。あれフリー素材らしいのでね、使わせていただこうかなと思ってますね。でコードチェンジが早すぎるので、ちょっとね、言葉が追いつかない可能性があります。 C メジャーを C とかね、簡略化して言ったりしますのでね、あとはもう画像で出してますので、その動きと、あと僕の手の動きが変わってるタイミングがコードチェンジになりますので、それをね合わせて理解していただけたら嬉しいです。では行きましょう。いきなり始まります。ちょっとぽいことしてみようと思ったんだけどやんなかったですね。はい、ということでね、今みたいな感じです。ストロークもね、今みたいな感じです。で、これ注意点がありましてね、まずはじゃあストロークからちょっと見ていきます。で、注意点もそこでお話しますね。ストロークどうやってるかっていうと、こうやってます。タツタ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 ツタタツタタツタタツタツタ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 ツタタツタタツタタツという風にやってます。タツタタタツタタツ
注意点っていうのは何かっていうと、このアップのところでコードを変えてますよってことですね。じゃあという感じです。だからうちで踊ろう、一人踊ろうってやってるってことです。たうたたたつたたつ、まあ、うとかね、あの余裕がある人はやってみてください。うって何やってるかというと、ボディ叩いてます僕ね。たたたたたってやると、あの星野さんののっていうところが再現できるんじゃないかなと思います、ストロークでね。で、難しいなっていう人はまずはこれを練習してください。タツタタツタタツ、はい、このストロークができればこの曲なんとかなりますからね。あとはコードチェンジです。まずはとにかくゆっくりやることですね。ゆっくりやって練習してみてください。ちょっと久しぶりに猫呼びます。メロイで、よいしょ。はい、ということでね、はい、今回はうちで踊ろうという曲をやりました。僕もねうちで過ごしておりますのでね、まあもう毎日動画撮って毎日編集して、毎日上げてっていう結構ハードなスケジュールをお送りしておりますが、皆さんもね、あのコロナに負けず頑張っていただけたらなと思います。というかね、一緒に頑張りましょうね。ということでですね、今回はうちで踊ろうやっていきました。他にもわからないことがあれば僕に直接相談してください。チャンネル概要欄に詳細ページ貼っておきました。あとですね、お手本弾き語り集としてですね、新しいチャンネル作りました。くまっきジャパンチャンネル、ぜひよろしくお願いします。ということで、くま先生でした。応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして何かリクエスト等あればぜひお気軽に連絡をください。